ありがとうございます。本日 MC を務めます荒木と申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。このステージはバイクもロードサービス救援ステージと称しまして、普段なかなか間近で見ることができないバイクのロードサービスを開設するステージとなっております。皆さんは JAF がバイクのロードサービスも OK というのはご存知でしたか？ JAF のロードサービスは車やバイクではなく人にかかるので、 JAF 会員証1枚で車もバイクもレンタカーでも受けられるんですよ。さらに出先のトラブル以外にご自宅でのバイクのトラブルにも対応しておりますので安心です。今回はバイクの急なトラブルが起きた場合の JAF のロードサービスのワンシーンを再現してみたいと思います。それでは早速こちらアプリを使って JAF を呼んでみましょう。こんな時に JAF デジタル会員証アプリをスマホに入れておけばすぐに JAF へ連絡できますし、 GPS 機能を使ってスムーズに場所を伝えられます。呼ぶと出動する JAF 隊員から電話がかかってきます。早速かかってきました。もしもし、JAF の本橋です。荒木様のお電話でしょうか？はい、そうです。東京ビッグサイトの西ホールでバイクのエンジンがかからなくなってしまってバッテリー上がりかもしれないんですが、バイクが動かなくなってしまったのですね。私ちょうど東京ビッグサイトにおりますのですぐに到着できます。安全な場所でお待ちください。はい、わかりました。お待たせしました。 JAF の本橋です。 JAF 会員の荒木様でしょうか？はい、そうです。荒木様、それでは会員証を拝見いたします。はい、このアプリで大丈夫ですか？ JAF デジタル会員証へのご登録ありがとうございます。それではバイクを点検させていただきます。よろしくお願いします。ということで、実際の現場ではバイクを点検し、その後に応急修理や搬送作業を行うことになります。今回はご登場いただいた隊員の本橋さんにバイクの搬送作業の一部を実演してもらい、 JAF のロードサービスのポイントを皆さん一緒に見ていきましょう。それでは本橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずグローブ2種類ありましたが、まずそちらを手に取った理由は何かあるんでしょうか？はい、JAF の作業ではお客様の大切なバイクを作業によって汚すことがないように、作業用のグローブと取り回し用のグローブ、こちらを使い分けさせていただいております。まずこんなとこからも不安を取り除いてくれるんですね。はい、では続けて見ていきましょう。工夫はありますか？はい、JAF の作業ではですね、このようなベルトを使ってバイクを固定させていただきますが、万が一の擦り傷防止のためにこのような当て布を使って擦り傷の防止をしています。いろんな工夫があるんですね。この後はどのような流れになるんでしょうか？はい、フロントタイヤをこちらのバイクスタンドに固定して、さらにベルト2本でフロントタイヤをしっかりと固定しています。この後はこちらのリフトが車体側の方に上昇いたしまして、バイクの引き込みを行います。それでは皆さん、この流れ一緒に見ていきましょう。リフト上昇します。
交換しましたね。車内に入れる際もとってもスムーズですね。さあどうぞ皆様、車内の様子は上のビジョンでもご覧いただけます。はい、こちらは何をされているんでしょうか。はい、現在ですね、バイクの方をこちら乾燥車の方に積み込みが終わりまして、今度はリア側、後ろ側の固定をしてより確実な固定を行っています。このようにしっかりと固定されていくんですね。はい、では続けて見ていきます。完了しました。はい、本橋さんありがとうございました。続けてお話伺っていきたいんですけれども、はい、まず今回展示されているこちらのロードサービスカー、もしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですが、バイク用のロードサービスカーとして開発された珍しいタイプなんですよね。はい、こちらの車は主にバイクの救援用を目的として開発されました。JAF のロードサービスカーには様々なタイプがありますが、こちらの車は今年2月に埼玉支部坂戸基地に配備されました。ということはまだ新しいロードサービスカーなんですね。はい、バイク用とのことなんですが、はい、どんな作業に出動しているんでしょうか。はい、このようなバイクの救援作業にはもちろん、お車のバッテリー上がりやキーの閉じ込み、パンチ修理やガス欠などの作業にも出動しています。このようにいろんな道具を準備してバイクだけでなく車の作業もできる隊員さんが乗っているということで、皆様のさまざまなことに対応することができるんですね。はい、ちなみに JAF のレッカー車でバイクのお客様に対応することもあるんでしょうか。はい、バイクへの救援依頼の場合は一度レッカー車等で点検のために伺うこともありますが、バイクに詳しい協力工場やこちらの写真のようなトラック型のサービスカーで出動する場合もあります。ということはバイクでロードサービスを呼んだらこの車両が必ず来るというわけではないんですね。そうですね。ということは皆さん今日こちら見ることができてラッキーかもしれませんね。では本橋さん、はい、実際に JAF のロードサービス出動理由で多いものは何でしょうか。はい、JAF のロードサービス出動理由ランキングはこちらです。ということで皆様こちらか上のビジョンをご覧ください。1位がダントツで過放電バッテリー、バッテリー上がりのことですね。続けてタイヤのパンク、バースト、エアーズ不足とタイヤのトラブルとなっておりますが、3位のキー閉じ込みというのはバイクなのにどうしてでしょうか。はい、バイクでのキー閉じ込み作業の依頼は意外と多いんです。これはネットインスペースに誤って鍵を閉じ込んでしまうことを言います。スクーターなどでお出かけになった際にバイクの鍵を上着やカバンに入れ、そのまま一度ネットインスペースに収納して誤ってシートを閉めてしまうことで起きるんですね。うっかりキー閉じ込みに遭ってしまったら大変ですもんね。そうですね。ライダーの皆さんもお気をつけください。ということで本橋さん、はい、ちなみにいろんなロードサービスの救援要請があると思うんですが、はい、何か思い出深い作業って覚えていらっしゃいますか。はい、玄関先でお客様が大型バイクを移動していた際、バランスを崩して転倒してしまい、お客様自身が怪我をされてしまいました。お客様は何とかご自分で引き起こそうと試みましたが、うまく引き起こしすることができずに JAF のロードサービスをご依頼いただきました。やはり一度バイクを倒して
ってしまうと一人で起こすのって大変ですよね。そうですね、大型バイクの場合はなかなかご自分一人では起こしづらい状況もありますので、そういった場合でもロードサービスをご利用いただけます。でももちろんその場合も若干員であればサービスは無料で受けられるので安心ですよね。ということで JAF のロードサービスは皆様の愛車を小さなトラブルから大きなトラブルまで迅速丁寧に対応いたします。隊員の本橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて JAF ホームページ内にあるバイクコンテンツ、 JAF ハッピーバイクのご紹介です。上のビジョンや横のバイクをご覧ください。懐かしのバイクの音を楽しむ名車図鑑にさらに6台追加されました。高品質なハイレゾ音源でエンジン音や排気音を楽しめるこの企画、今回のイベントに合わせての公開となっておりますので、ぜひご覧ください。あちらに展示されているバイク横のパネルにサイトへのリンクがございますので、そちらからアクセスできます。ウェブで JAF ハッピーバイクと検索からでもご覧いただけます。そして本日 JAF ブースでは JAF 会員証を表示できる JAF デジタル会員証登録者プレゼントキャンペーンを行っております。バイクも車もお持ちの方で、会員証は車に入れたままの方や会員証を家に忘れたという方でも、会員証がスマートフォンの中に入っていれば忘れるという心配も少なくなり便利ですよね。登録がお済みでない方にはブースで登録のサポートを行っておりますので、お近くのスタッフまでお声掛けください。今回ご登録いただいた方、またすでにご登録済みの方にはデジタル会員証画面の表示で素敵なプレゼントをご用意しておりますので、お近くのオレンジ色の制服を着た車守りコンパニオンまでお声掛けください。さあ、そろそろお時間がやってまいりました。本日は最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。引き続き東京モーターサイクルショー2019 JAF ブースでお楽しみください。